では初めのニュースです。今日の置賜地方は午前中から気温が上がり、観測地のある米沢市と高畠町では今年初の夏日を記録しました。今日の置賜地方は高気圧に覆われたため朝から青空が広がり、米沢市の最高気温は7月上旬並みの 27.2 度、高畠町の最高気温は6月下旬並みの 26.3 度を観測し、ともに今年初めての夏日となりました。今シーズン観測史上最速での桜の開花を記録した松ヶ崎公園では、すでに多くの桜が葉桜となっています。午前11時には気温が20度を超え、朝から雲一つない青空が広がりました。神社周辺にはカメラを手にした観光客が多く訪れ、伝国の森前広場では日向ぼっこを楽しむ家族連れの姿も見られました。山形地方気象台によりますと、明日の県内は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りで、気圧の谷や湿った空気の影響で雨の降るところもある見込みです。来月5日の端午の節句を前に、今日米沢市長手の天王川に架かる天神大橋の上流におよそ60匹の鯉のぼりがお目見えしました。長手地区の鯉のぼりは、地区住民が30年以上前から毎年この時期に設置していて、地区の風物詩となっています。鯉のぼりは各家庭から譲り受けたもので、毎年修理をしながら大切に使い続けてきました。今日は地区住民14人が集まり設置作業に当たりました。長さ70メートルほどのワイヤー2本に大小さまざまな鯉のぼりをおよそ60匹取り付け、天神大橋に並ぶようにワイヤーを張ると、川岸にしっかりと固定しました。赤い欄干が特徴の天神大橋の周りでは菜の花が満開になっていて、色とりどりの鯉のぼりが風を含んで泳ぎ出すと見事な景観を作り出していました。この鯉のぼりは来月12日まで楽しめるということです。また長手鯉のぼり愛好会では、鯉のぼりが破れたり風に飛ばされたりするため、家庭でいらなくなった鯉のぼりを譲ってほしいということです。トヨタカローラ山形米沢店は今日、米沢地区交通安全協会に子どもたちに人気の学習教材うんこ交通安全ドリルを寄贈しました。米沢警察署で行われた贈呈式には関係者9人が出席し、トヨタカローラ山形米沢店の高橋正春店長が首位書を読み上げた後、米沢地区交通安全協会の土田和成会長にドリルを手渡しました。このドリルは子どもたちへの交通安全啓発活動として、トヨタモビリティ基金などが制作したものです。子どもたちに大人気のキャラクターうんこ先生が伝えることで、子どもたちが楽しく交通ルールを学べる教材となっています。 1,2 年生向けの歩行者編と3年生から6年生向けの自転車編の2種類あり、今回は米沢市と川西町の小学生と関係者分として歩行者編が1200部、自転車編が2900部寄贈されました。各市や町を通して配布されることになっています。ここからはミニ企画特集です。先月ニューヨークで行われた現地の中高生との交流プログラムに米沢工場館高校の石井幸之助さんが参加しました。石井さんに
現地での交流の様子やこれからの目標についてお話を伺いました。その国ではたくさんの人が女性であるということで大学の教育を諦めなきゃいけない。米沢工場館高校3年の石井幸之助さん。国際探究科で学ぶ石井さんは先月ニューヨークで行われた同世代との交流プログラムで探究学習の活動とその成果を発表しました。テーマはジェンダー平等。石井さんは日本や地元沖田まで感じたジェンダー平等について研究し、性別による役割分担が根強い現状などを報告しました。やっぱり現地の人たちの反応が日本の現状の何ですかね、方針的なところを信じられなそうなふうに思ってくれたっていうところ。ジェンダー平等は国連が取り組む SDGs 持続可能な開発目標の一つです。世界共通の目標として加盟している193カ国が男女平等を目指して取り組んでいます。この山形県の米沢で生まれ育って田舎特有のジェンダーの不平等とか違和感とかがやっぱり根強く残っている、そういったところがやっぱり募ってきていて、でそれが学術的な研究にもつながっていっているのかなというふうに思っています。石井さんが参加したプログラムはアメリカ北東部の日本語教師の会が企画しました。現地で日本語を学ぶ中高生との交流を柱に、日本からは石井さんをはじめ専攻を経た10人の高校生が派遣されました。海外に行くっていうのは自分の置かれている状況を俯瞰的に見るっていう意味でとても大事だと思っていて、で今回お話をいただいたので、迷う暇もなくというかすぐに決めた。自分の得意としている分野が男女平等の方で、アメリカで発表するわけなので日本の現状を発信するっていうところに重点を置いてやってきました。石井さんは国連職員の子どもたちが学ぶ国連国際学校のほか、現地の高校などでジェンダー平等をテーマに発表しました。今の日本のジェンダーの問題の取り扱い方として一番問題があると思っているのが、ジェンダーの問題が女性の問題である。よくジェンダー平等と女性活躍をイコールで結びつけてしまう人がいると思うんですけど、どんな人も、意識をジェンダー平等に向けるっていうことが大切であって、今後の課題なのかなと思っています。ジェンダー平等について石井さんはこれまで中学生に向けたワークショップや高校生による意見発表会の場でも学習した成果を報告するなど経験を積んできました。今回ニューヨークでの発表を通して日本とアメリカとの意識の差に直接触れ刺激になったと話します。米沢で発表するときはなぜジェンダー平等が必要なのかっていうそもそものところから説明しないと分かってもらえないことがあるんですけど、あっちでやった分にはそこを説明しなくてもジェンダー平等が必要なものであるっていう前提が成り立っていたので、もはや争点になっていないくらいの感じなので、もうそう時代遅れなところにもうなってきている話題ではあった。海外は初めてと話す石井さん。日本から派遣された仲間との4日間の生活の様子も教えてくれました。山形出身ならば俺は芋煮を食べたいって言われたんですよ、ニューヨークで。ニューヨークで芋煮かよっていう。でスーパーに行って芋煮の材料を探したら奇跡的にあったので作ったんですね。そしたら醤油が酸っぱかったんですよ。だから芋煮ではない別な料理が出来上がって、今度彼らが米沢に来る機会があるんですよ。その機会にちゃんとした芋煮を食べさせてあげたいなっていう。今回の経験をジェンダー平等の探究学習に生かしたいと話す石井さん。これからの目標を伺いました。ジェンダー研究をするのがすごい好きで、これからもやっていきたいなっていう思いがより強くなったので、これからもジェンダーについては学んでいきたいと思っていますし、国際的な、教養を高められる大学を選びたいなっていうふうに思っています。では次です。
ゴールデンウィークを前に水辺施設の安全点検が17日、高畠町と米沢市で行われました。河川公園などの水辺施設の安全点検は、多くの人が利用するゴールデンウィークを前に、山形河川国道事務所と県関係市長などで組織する山形県河川等安全利用連絡会が毎年行っているものです。今年は最上川上流にある県内16カ所22施設の点検が行われることになっていて、この日は高畠町ぬかの目と米沢市久保田の水辺の学校2カ所で行われました。このうちぬかの目の水辺の学校では、関係者およそ20人が護岸に崩れや危険な場所がないか、またベンチや看板などの設備に破損がないかをチェックしていきました。この場所は遊具やグラウンドなどもあり、普段から子どもやお年寄りも多く利用する施設ということで、参加者たちは安全に利用できるようにと細かく点検していきました。点検の結果、護岸に危険な場所はなかったものの、ベンチの破損や看板の固定が緩んでいる場所などが見つかり、管理者が早急に対処していくことを確認しました。河川の利用ですので、お天気とかは当然気をつけていただいて、川が増水しているときとかは近づかないというのは前提なんですけれども、小さいお子さんなんかはなるべく目を離さないようにしていただいて、本当に一緒に散策するような形で ご利用いただければなと思います。南陽市は17日、米沢市を拠点に冠婚葬祭事業を営むナウエルと地方創生を目的とした包括連携協定を締結しました。市役所で行われた協定の締結式では、ナウエルの酒井昇社長と白岩市長が協定書に署名しました。包括連携協定は、自治体が民間企業と連携して社会課題の解決に取り組むものです。今回の協定では、福祉・健康に関すること、子育て・教育に関すること、移住・定住に関することなど9項目で連携していくこととしています。ナウエル側から、当初地域見守り活動に関する協定締結の申し出を行いましたが、南陽市側からさらに広範囲な連携にしてほしいとの要望を受け、包括連携協定の締結に至りました。白岩市長は、ナウエルとは災害時支援協定や企業版ふるさと納税を活用した事業連携に続き、今回の協定締結は大変心強い、さまざまな面で知恵を借りながら福祉の向上に努めていきたいと挨拶しました。また酒井社長は、協定締結は身の引き締まる思いです、我々の視点からさまざまな提案を行い、実効性のあるものにしていきたいと述べました。南陽市が民間と包括連携協定を締結するのは今回が9番目、ナウエルが自治体と締結するのは初めてです。